バロスプリンス様。皆さんこんばんは、奥沢幸です。今日は馬のプリンス様っていうゲームをやっていきたいと思います。いや、これですね、実は馬娘っていうゲームが今流行っているところなんですけれども、馬娘でアップルストアの方で検索をかけたところ、馬のプリンス様が2番目ぐらいに出てきまして、これはやらないとダメでしょうと思いましてインストールしちゃいました。それではやっていきましょう。名前の入力のさ、最初が馬子なんだけどいや、もうここは一応ね、サチにしときましょうかね。スタートしていきます。おっと、ここはある地方の牧場。私はある目的のため、はるばるこの片田舎までやってきた。超大手企業でバリバリ働くキャリアウーマンを無事で行く私だったが、ある時、職場への魅力を失ってしまった。がむしゃらに頑張った仕事に不満はない。ただときめくようなイケメンとは出会いがなかったのだ。なるほどね、イケメンには会えなかったか。プライベート偏重で仕事に打ち込んでいた私には、男性との接点が職場でしかなかった。いや、これね、あるあるなんですよね。あるあるすぎてね。そう、イケメンとは程遠いおじさんたちしかいない職場しか。そうなんだよね。いや、でもね、おじさまたちもね、素敵だと思いますよ、つって。そんな、ときめきを忘れた私の乙女心に危機感を抱いていたある時、私は気づいてしまった。え、何を？加齢臭に囲まれた場所には、いくら待っても王子様がやってこないことに。おっと、気づいちゃった。そして、私は長期休暇を取って、この牧場へやってきたのだ。なぜ牧場なのか。その理由は、馬のプリンス様。第1話、出会いのギャロップ。もう笑っちゃうんですけど。王子様といえば馬に乗ってるから牧場にいると思ったけど、広がる青空と素晴らしい空気しかないわ。誰だあんた。あ、第一村人発見。すごいシールなんですけど、なんでこんな、あの、絵の差が激しい。こんにちは、ここって馬がいる牧場ですよね。んだ、競走馬の刹那で。イケメンって乗馬に来られたりします？イケメン？ジョッキーは来るだが。そうですか。王子様は来なさそうね。お嬢さん、馬さん見に来たら？ええ、そうですね。馬は興味ないんだけど。ほんと、何しに来たんだこの子。そうか、ほら、あそこにおるだて。近くで見るといいべ。ま、せっかくだから見に行こうかな。ほら、こいつだ。キラーン。イケメン。そうでしょ。いやー、化け物よ。いい面構えしとるだろ。ユーマってなだ。いや、馬の頭部が人なんですけど。イケメンのね。何言ってるだ？もしや、馬がイケメンに見えるだか。理想的なイケメンです。お嬢さん、もしかして馬年だか？え、はい。馬年女は心が病んでると稀に馬の頭部がイケメンに見えるらしいべ。諸説あるんですね。なわけあるかい。この子もちゃんとあれだね、なんかツッコミをする子なんだ。新手の詐欺か何かですかこれ。こりゃ貴重な人もいたもんだべ。ありがたや、ありがたや。拝まないで。何騒いでんだよ。いやー、喋った。見ない顔だな。ここへ何しに来たんだ？え、ふらっとイケメンを探しに。で、つい答えてしまった。あなた一体何者なの？俺は普通の競走馬だよ。普通の競走馬、そんなこと。
そんなこと言わないんだよね。どこが普通なのよ。あ、言ってくれた。いちいちうるさいな。そんなに俺が珍しいか。珍しい以前に怖いわ。恐怖体験が現在進行形よ。ひでえな。俺は君のこと嫌いじゃないけどな。え、イケメンに惚れられた？ってダメよ。勘違いしたら相手は馬よ。馬、ヒヒーンっていうやつよ。ヒヒーン、ブルル。そうだ、餌をやってみるといいべ。え、餌？おう、人参があるからそれ与えてけろ。わかりました。私って素直すぎるわね。ダメだ、面白い。このゲーム面白すぎる。放置してると人参が生えてくるべ。その人参をタップしてユーマに食べさせてけろ。ただし食べさせすぎるとやる気が下がっちまうべ。やる気で人参のゲージ上昇率が変わるから気をつけるべ。やる気は時間とトークで回復することができるべ。たまに左下のトークボタンでユーマの相手をしてやるといいべ。それじゃあよろしくな。トン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 。激しい、これ激しい。たまにトークする。牧場は好きか。ここじゃないなら好き。あんまり。うん、これこれだよね。多分いいとこだろ。見る目あるよ。エクセレント何その面白いの。どういうこと。面白すぎるな、このゲーム。人参の食べ方もさ、もう食べるっていうよりさ、飲み込むだよね次のトークって見れるのかな。多分見ちゃって大丈夫だよね。明日の天気はどうなるかな。曇りじゃないかな。きっと晴れるよ。雨降りそうね。バットか。曇りじゃダメだったか。晴れだったかな。じゃあ人参のことどう思う。いいオレンジ色だよね。この色の良さがわかるか。君と案外いい仲になれるかもね。エクセレント止まった。何、馬との絆が深まった。あ、よかったねこりゃ今日は餃子食べ食べ。食欲は馬並み。いや、紛れもなく馬なのね。イケメンに餌をあげるってのも悪くないわね。しかしかわいそうにな。これが最後の食事だべ。え、え、馬主に逃げられちまったからな。うちじゃもう育てらんねえべ。なるほどね。あ、そういう感じなんだ。そうなんですね、不憫なイケメン。急にかわいそうになってきたわ。誰か馬主になってくれる人がおればな。馬主って結構お金いるんですよね。そうだな。ほら、じゃあ払えねえだ。そうよね、お金いるのよね。ちなみにどのくらいの金が。ドドドドド。来た来た来た。怖いよ怖いよ。え、ものすごい勢いで近づいてくるんですけど。キャー、ドン。あ、壁ドン。これ壁ドンじゃないですか。ねえ君さ。え、何このシチュエーション。もしかして夢にまで見た壁ドンなの。なあ、コクリ、俺の馬主にならないか。あ、はい。はいって言っちゃったよあれ即答しちゃった。よろしくね、馬主ちゃん。これさ、他の人にはさ、馬に見えてるんでしょ。これ彼女だからイケメンに見えてるけど、これ馬なんでしょ。で、私馬主になったの。これ脅しよね。クーリングオフできるよね。でも時々が止まらないわ。これってもしかして。近い予告成り行きで馬主になってしまった幸は、考えを改め馬主を辞退することを決意し、再び牧場へ訪れた。しかしいざイケメンを前にすると辞退することが言えない。
そんな幸を横目にユーマは日課のトレーニングを始めるが、その過酷なトレーニング内容に幸が驚愕する。次回、特訓のトレッドミル。乙女が恋に落ちたヒューマンフェイスのお馬様はい、というわけで馬のプリンス様ですね。第1章初見プレイしてみましたいや、面白すぎますねこのゲーム。これは改めてねプレイしていきたいと思います。いやー、面白い、面白かったですね。第2章と第3章まであるのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、結構前のねゲームらしいので、まあ、こんな感じでいるっと実況していきたいと思いますんで、またよかったら見てみてください。気に入っていただけた方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では